この辺で話そうか。これこれ、何を突っ立ってんだね、世継ぎ。こっちに来なさい。さて、多分知りたがっているであろう現在の状況ってやつをお姉さんが説明してやろう。君たちからのヘルプのメールを受け取った影の井は仕事中だった。何があったにしても世継ぎだけで十分対処できると思ったんだろうね。だからこうして助けに来た。ヒーロー気取りでね。まあ要するに手間を省いてあげたんだ、数日分ほどね。まあ説明というなら、どうして僕たちがここにいるのが分かったのかを。僕たちでさえあそこがどこの山中なのか知らなかったのに。世継ぎが現場に現れないのはなぜなんだろうって。そして調べてみればコヨミンが噛んでいるようで、しのぶちゃんのこともまよいちゃんのことも私は知っていたからね。他に何か質問は？ガエンさんはもう知っているんですか？僕たちが今どんな状況にあって何を相手にしているのか。残念ながらそんなことでさえ知っているのがこの私なんだな。困ったもんだ。じゃあ。まあそう焦るな。今は安全だ、それは保証する。しかし私は一方的に頼られる関係というものを好まない。とりあえず私からコヨミンにとって有益な情報をもたらす前に3つお願いしたいことがある。わかりました。どんな頼み事だろうと聞くしかない状況ですから、3つどころか100つでも。君にとってそれくらい大切な存在なのかね。まあそりゃ。